赤ちゃんは自分の指を吸っておっぱいを吸う練習をしています。肺が発達し、自分で呼吸ができる機能が完成します。大きくなったお腹が胃や膀胱を圧迫するので、胃がムカムカしてつわりのような体調になったり、くしゃみや咳で軽い尿漏れをしやすくなります。胃がもたれるときは、食べられるものを食べるで大丈夫です。無理せず少しずつ何回かに分けて食べましょう。この時期に特に摂取したいのは緑黄色野菜です。母乳に不足しがちなビタミン K を補う効果があります。野菜スープやクリーム煮にすれば食べやすいのでおすすめです。ぜひメニューに取り入れてくださいね。そろそろお産のイメージトレーニングをしてみましょう。初めての出産の時は特に緊張すると思いますが、お産の流れを知っておけばいざという時に慌てずに済みます。赤ちゃん誕生の道のりを知って自信を持って臨みましょう。ではまた来週、お体を大切に。